はい、じゃあオーリーの効果的な練習方法教えてきます。嘘だな。オーリーの走りながらの調子いい練習方法を教えます。で、最初こうやって物飛びたいっしょ、よく物越えを練習しろって言うと思うんだけど、まあ最初ちょっと怖いよ、ね、最初怖いっす。こう飛ぶとさ、ピョンって飛べないで、ここでもうすぐ足を伸ばしちゃって、まあ捻挫しちゃったりとかするから、まあ物越えが悪いわけじゃないけど、まず今日はこれは一旦置いといて、最初にこういう段差ステージにで、こういうステージで練習すると結構調子いいんだよね。で、まあ普通に飛び乗ればいい、ピョンと。で、なんでこれがいいかっていうと、もうこれで説明すると、こうさ、まあオーリーじゃん、ジャンプじゃん、オーリーしてこう乗るんだけど、物越えで例えばこれだとしたら落差があるじゃんね、ちょっと幅があって落差があってってなると、まあその分飛ばなきゃいけないし、耐えなきゃいけないし空中で、ね、で逆にこれだったら最初練習として、別に最初から乗んなくてもこうかかる練習からとかできるし、で俺は調子いいんじゃないかな。でまあ引っかかったところでね、あんまりなんか、まあある程度は転ぶけど、ある程度はね転ぶよ、転ばないでスケボーは上手くなんないから。だけどそう、引っかかってもそこまで落差ないし、軽傷で済むかなと、重傷にまでは至らないかな、思うだよね。そうだね、最初やっぱこういう段差見つけてもらって、ああいう低いのからね、車道と歩道みたいなのでもいいから、で最初から飛び乗んなくてもいいから、かける、最初マジこっからでいいと。でこの練習をしてると、そのうちかかったっていう感覚がわかるから、ノーズを踏んで前に行けるんだよ。で結構俺はこのノーズを踏んで前に行くっていう動作が大事かなと思ってて、それをすることでちょっと前足の使い方っていうか、このキックの感触を味わえんじゃないかな。そうするとここに繋がるのかな、思う。まあでもこれぐらいの高さだったら、ちょっとテレポンって蹴れば前足もなしで飛べちゃうんだけど、タイミングさえ合えば。でも逆にこうちょっと高くなれば、しっかりオーリーしないと届かなくなるから、ちょっと実践してみようかな。最初は今みたいなかけ方でいい。多分そんなテールも飛んでない今の実際で、慣れてきたらちょっと飛びながら、こうやって、そんで最終的に
飛び越す。この3つ。そんで、まあ、今こう飛びのんのを徐々に物高くしてって、でこれ乗っで最終的にこう物高くしていけばこれですか。みたいなね、こう段階を踏んでいけば。だから最初のミスり方もそれと一緒だし、これでこう引っかかってもね一緒なわけさ。だからこういう方がいいかなと。例えば高さで言うとこれぐらいか。これが飛べない人、ほら高さあんま変わんないでしょ。これでこの高さもオーリーができない人、もうそれこそ夏希だね。夏希にここやらせよう。そう、あいつ明日滑るからここ連れてこよう。そう、まあこれで飛び越せるようになれば、てかこいつを今ここにこいつはいらないよ、もうこいつを飛べるようになればこいつが飛べるはずなんだよ絶対。で1個注意点としてはスピードをあんまつけないっていうのが重要で、スピードつけるとたまにねこうなる人いるんだよ。こうなんつってここにうまく当たっちゃって跳ね返ってね、飛べてないのにこういう風に板がで反発してうまく乗っちゃう人がいる。そうすると飛んでるとか乗れてるっていう勘違いするじゃん。じゃなくてちゃんとある程度のスピードで飛び乗るような意識をすると、うん、一番いいかなと思います。あとはやってみてください。はい、これ練習すると あれなんですよ、前足の引き上げを覚えれるから、ある程度高くなると前足でちゃんとこの高さ引き上げないと飛べないじゃん。よくこうやってなっちゃうやつだとこの前でズリってなってバーンってなっちゃうから、わかるでしょ。そういうパターンのみたい。それは俺はできない。体が拒否反応で飛び乗っちゃうから。だからそう、こういうちょっと物飛び乗るを練習すると前足の使い方を覚えるから、結構その前足の使い方に悩んでる人が多いから、それにもすごい効果的なんだと思います。てか効果的です。